門前にある石碑館泉寺は、東京都杉並区今川にある、総東州の寺院。三号は宝守山。戦国大名の末裔である今川市の菩提寺である。境内にある今川氏類大の墓は、東京都の旧石に指定されている。他にしだれ桜、紅葉などの名所としても知られている。慶長2年9月、中野にある城岸寺の住職。 鉄創優によって、多摩郡下井草に創建された。当初は観音寺と称していた。現那五年、大友義親が没死した。義親には子がなく、大友家は断絶となり、その妻は実家に戻った後停発して、観音寺に仕えた。昭法二年、彼女の弟にあたる今川直房が、当地一帯の領主となった。直房は観音寺を、 上井草村の現在地に移転して、ガランを建立し、寺領を寄進し、寺の名を見泉寺と改めた。ただし、移転と解消の正確な時期はわからない。慶安2年には、幕府より見泉寺に、主院状が与えられ、十国の寺領に関する年貢、諸役を免除されている。漢文2年、直房は、市ヶ谷田町の万象院が牛込に移転するのに際し、万象院にあった。 祖父、今川氏真と母の墓を見泉寺に移転し、今川氏真を見泉寺の会期とした。なお、万昌院は現在中野区に移転し万昌院、幸運寺となっている。1763年に本堂などが消失したが、本堂は翌1764年に再建された。今川氏は、室町時代、戦国時代は、駿河国などを治めた一大大名であったが、 桶狭間の戦いで、今川義元が、織田信長に敗れた後も落した。義元の子、今川氏真は、徳川家康の庇護を受けて刑などで暮らし、刑長19年に、江戸で没した。氏真の着村、今川直房は、後家として、江戸幕府に仕え、朝廷との交渉の功績によって、商法2年に、徳川家光から統治を含む、新たな治行地を与えられた。 以後、当地は幕末まで、今川家一円事業の所領として続くことになる。江戸時代の菅泉寺は、今川氏の治療地支配の拠点でもあり、領民からの年貢の取り立てや、裁判なども寺の門前で行われていた。今川氏は、明治時代に断絶したが、現在の当地の地名、今川の由来となっている。特急席に指定されている今川氏類大の墓を示す。 石飛島寺院が母体となって隣接してある、神泉寺幼稚園を運営している。ありがとうございます。